君に伝えたい愛のプロローグ、繋いだ手ドキドキする、してるの景色溶け込んで。
皆様こんばんは、すしあきです。動画をご視聴いただきありがとうございます。あなたのために心を込めて動画を作りました。今日の動画は赤穂線と新快速を乗り継いで大阪へ向かう乗車機の3番目の動画です。今回は播州赤穂駅から乗車した赤穂線の 223系の各駅停車から網走駅で新快速に乗り継ぐというところですね。そこをお送りいたしました。はい、赤穂線から直通して山陽線に入った、普通列車ですけれども、まあまあね、223系を使用してて、でなおかつ
駅間も長いということもあって結構ね、高速運転をしていましたね。はい。で網走駅で乗り換えたんですけれども、車内見てもらったら分かったようにむちゃくちゃ混雑してたんですね。はい。この旅の1回目の動画で車内の様子ね、撮ってますけれども、その時には本当にのんびりムードで席もまあ埋まってるっていう程度で、はい、良かったんですけれども、愛用駅からものすごい混雑になって、でもうね降りるのも大変っていう形になっていましたね。で網走駅到着前に新快速の接続の案内があるのかなと思ったらなかったので、知ってる人だけ乗り換えたのかなっていう感じで、乗り換える方も思ってたよりも多くなかったような印象でした。はい。で乗り換えた新快速はさすがね12両ということもあって、やっぱりまた車内のんびりムードで行きました。実はね、大阪までの間で一番混んでたのはこの相生と網走の駅の間でした。まあ4両編成っていうのもありますからね。はい。そんな感じで今回は乗り換えて、今度新快速に乗り換えましたね。はい。で新快速姫路まで今回は動画に収録しましたけれども、新快速姫路までは各駅に停まるんで、赤穂線からの直通の普通列車とまあまあそんなにね変わった走りではないです。まあただ編成は12両なんで、停車するときにねもうホームの目いっぱい止まるっていうことで前の方まで行くっていう感じではあるんですけれど、うん、走りとしてはそんなに変わらないかな。で、最後のあたりで姫路のねモノレール見えましたね。姫路モノレールってもうねなくなってかなり経つんですよね。というか姫路モノレールって存在してた時期が少ないんですけれど、まだまだ遺構が残ってるというか、はい、だいぶねなくなってきてはいるんですけれど、ということで、姫路モノレールのねあとを見ながら、あと山陽電車とかね、列車は見えなかったんですけれども、線路とかあと新幹線のね列車見えなかったんですけれども、新幹線を、線路を見ながら姫路駅に到着と。で姫路駅では221系のね列車とかも止まってましたね。はい。そんなところで、次回はいよいよ新快速の本領発揮ということで、130キロで走るね新快速の様子お届けしようと思っております。こんな感じで、まだまだ乗車期続きますので、よかったらのチャンネル登録されていらっしゃらない方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。またの乗車期1番からね、再生リストを作っておりますので、こちらもね最初から見ていただけるとまた楽しめるかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。